株式会社レストラン KO は外食産業を営む日本の株式会社 KO グループに属する。本社は東京都府中市に所在する。中心事業はカレー専門店チェーンカレーショップ C&C で1968年に新宿駅構内に1号店を開店した。KO 電鉄沿線を中心に飲食店を展開するほか給食事業なども運営する。 カレーショップ C&C のほか、KO 百貨店新宿店の屋上で季節営業されるビアガーデンなどを運営する。2007年10月1日の KO グループ企業再編により、KO リテールサービスが運営していた立ち食いそば、高畑そば、そば居酒屋、玉の里もレストラン KO の運営となった。2011年からは新業態として自家製麺による高級駅蕎麦、 万葉そばも営業開始した。親会社である京王電鉄の沿線を中心に事業を展開していたが、沿線外においても事業展開を行うようになった。京王グループの企業の社員食堂、福利厚生施設なども運営するほか、公共施設の食堂業務の運営受託も行っている。レストラン京王公式サイト、会社遠隔、会社概要も参照。 業態変更前のカレーショップ C&C 西新宿一丁目店キャッチコピーは28種類のスパイスを贅沢にブレンドした C&C オリジナル本格派カレー。店名の由来は英語コーヒーカレーの略で当初はコーヒーも提供していた。カレールーは玉ねぎをふんだんに使用しており味はポークは辛さがマイルド中辛辛口の3段階に 野菜があり、野菜がポークの味の一つとして設定されているのが特徴である。そして、ビーフがあり、また店舗限定で、オ風仕立てビーフ、チキンベースのスパイシー、キーマもある。その他、林ライスも提供している。季節ごとに期間限定メニューが展開される。揚げ物中心の各種トッピングとサラダ、飲み物が用意される。カウンター席や、 各テーブル上に福神付けが置かれており、客が自由に取ることができる。以前は、ョ郷も無料であったが、2015年11月より、有料トッピングに変更された。カレーの製造は、日礼フーズ、山形工場に委託している。工場から仕入れた、業務用レトルトの大袋を店舗にて開封し、鍋に移して加熱して提供している。 店舗や商品によっては一人分のレトルトを使用している場合もある。各店舗では持ち帰り用にレトルトパウチした新宿カレーも販売している。京王電鉄の社員食堂をレストラン京王が運営していることもあり、2014年5月3日よりトミーテックのキャラクターコンテンツ、鉄道娘とのコラボレーション企画として京王電鉄運転手という設定のキャラクター、 橋本赤葉の特典カードを封入した中辛カレーセットが数量限定発売された。こうしたコラボ企画としては2016年11月に東京都府中市を舞台とした末継ぐ雪の少女漫画千早フルの書き下ろしパッケージの新宿カレーが限定発売された例がある。またレトルトの慶応カレーは慶応ストアキッチンコートの 各店舗でも販売されている。株式会社クレアが、京王線北野駅の駅中商業施設、京王リトナード北野に出店する、越後そば、北野店では、カレーショップ C&C とのコラボメニューとして、期間限定でそばと C&C のカレーのセットを出していたが、好評だったのか、その後定番メニューとなっている。なお、万葉そばとは異なり、セットのカレーは、 ミニカレーではなく一人前サイズである。各店舗の一覧は公式サイト、カレーショップ C&C を参照。直営店 FC 店閉店した店舗高畑、不動店店舗一覧は公式サイト、レストラン系を店舗一覧を参照。カレーショップ C&C に関するカテゴリー。ありがとうございます。